J リーグ秋春制、全クラブ同意ハウソ？鹿島と水戸の社長が待った。鹿島の社長。過去から何度も議論してきて未だに何も決まっていないのにスポニチさん、花でこのような記事を書かれたのか、朝から反響が大きく問い合わせが来てますが、この記事にあるような決まったことは何もないです。課題や論点が多く、建設的にもっと検討、議論すべきだと思っています。本気まりはしてないけど決定に向けた事前準備はしてるってことね。秋春制についての検討議論は10年以上前からずっとしている。水戸の社長も否定ツイートしてるな。私にも朝からパートナー起用、ホームタウンの方から問い合わせが来ています。この問題に関しては今後まだまだ議論すべきことであり、ほぼ全クラブが同意、容認の姿勢、どころか判断材料の整理もこれからだという認識です。決定事案のような記事がなぜ出るのでしょうか。そりゃスポンサーからしてみれば何の告知もなしにこれからは3月の決算期またいでシーズンを行いますなんて言われたら、スポンサー継続問題になるから大事だよな。クラブがシーズン以降の懸念としてスイッチングコスト上げてるんだよな。移行期のスポンサー側の予算どうするんだ問題。だからね、AFC を分割する方がいいのよ。西、中央、南アジアの WAFC と東、東南アジアの EAFC に、WAFC は秋春にすればいいさ勝手に。女子がすでに秋春制だけど見事に大こけしてるぞ。なでしこリーグ時代より集客が半減してる。田島サイドは今まで猛暑対策を理由に挙げたことは一度もないんだよな。海外移籍しやすいように、秋春制でマーケティング上、有利になる、はず。